こんにちは。生態ニコニコスタイルの土曜です。本日もドラマの見どきありがとうございます。ということで今日はですね、指が痛いけど、痛み止めが効かない、ね。そういう時の対処法ということでお伝えしていきたいと思います。ね、今日もですね、3つのポイントでお伝えしていきたいと思うんですが、まず1つ目ですね、指が痛い時に、ね、痛み止め、飲み薬ですね、飲んだけど、ね、効かない。そういう時の対処法1つ目。なんですけども、一つ目はですね、まずこの原因ね、を考えていただくとわかるんですけれども、この痛み止めが効かないって時はですね、この痛みが強すぎるんですね。あなたのその指の痛みがですね、強すぎる。ね、そういう時に、飲んでもですね、効かないということが起こります。でもちろんですね、ちょっと軽減した場合は、あ、なんか強いからちょっと軽減しただけなのかなっていうふうに思う人もいるかもしれないし、全然変わらない人もいるんですね。そういう人もですね、この痛みが強すぎることによってですね、もう効かなくなってしまってます。ね。そういう状態ですので、それぐらい重症ってことですね。なので、もちろんですね、この薬がですね、その痛みに対して効いてない場合も本当にありますけども、まあ、薬を飲んだならば、普通は効いてますから、普通はその痛み止めの効果っていうのは出てますので、それでもその痛みが変わらないっていうことはですね、その痛みがあまりにも強すぎて、その、すごい強い痛みだとですね、痛み止めちょっと減ったぐらいだと、そんなにこう変わり映えしないわけですよ、痛みの強さが。ね。もちろん、こんだけ痛みがあって、痛み止め飲んでですね、こんだけなったらですね、すごいわかりますけども、すごい痛みの場合ですね、この痛み止め飲んでもちょっとしか減らないですから。そしたらあんまり変わらないように感じるわけですね。なので、それぐらい痛みが強い状態なので、できるだけですね、それだけ重症ですから、まあ、痛くないように、まずは、毛をですね、使ってあげてください。で、それぐらい重症なんで、本当はその指のある方の手をですね、極力使わないように、両手でやるとか、負担をかけないようにね、反対の手でやるとか、負担をかけないようにした方がいいです。まあ、それぐらいですね、この、痛み止め飲んでも効かないぐらいですから、相当重症なんで、もう絶対安静ですね。の、ぐらいの症状ですので、まずは痛くないようにしてあげてください。ね。これがですね、なかなかできない人が本当に多いんですね。まあ、指なんでね、まあ、それほどあんまり、まあ、そんなにこの、なんていうか、その自分にとってですね、すごい大事さがあんまりやっぱ先っちょになればなるほどですね、起きないんですね。やっぱこの体幹部に近づいて頭に近づく方ですね、あ、痛いとなんかやばいなみたいな感じになるんですけども、指だとね、だいぶこの体幹部から離れてますので、そうするとですね、あんまりこう重要性って感じなくて、まあ痛くてもまあいっか、みたいな感じで、特に慢性化するとそういう風になりやすいので、そこをですね、改めてもう一度ですね、心に刻んでですね、痛くないようにしてあげてください。で、まず一つ目ですね。で、二つ目です。二つ目はですね、まあ、原因が、取り除けていないということになります。ので、まあ、痛み止めが効かないっていうのは、まあ、痛みの効く場合もあるんですけども、そもそも痛いってことはですね、なんか問題が起こっているんですね。問題が起こってます。で、どういう問題かと言いますと、まあ、指のね、指が痛いってことは指の骨とかですね、指の筋肉がなんか問題が起こっているわけです。で、それによって神経も圧迫されているかもしれないです。ですからですね、これ物理的な問題なわけですね。物理的に骨がずれたり、筋肉が硬くなったり、神経が圧迫されておりますので、これはですね、飲み薬を飲んでも、その物理的な問題は改善しないんですね。で、飲み薬飲んでもそれが腸の中に入ってですね、それが溶かされて、で、その溶かされたその成分が脳まで行ってですね、そして脳がですね、この痛みが出たらその痛みのこの信号が来てですね、その信号を脳のところでですね、その感じないようにね、遮るわけですね。それをしているのが痛み止めなんで、この指に対して何か効能があるわけではないんですね。なので、この指の関節が治るとか、ね、痛み止め飲んだら指の関節が治るとか、指の関節のズレが治ったりとか、筋肉が柔らかくなるとか、そんなことは起こらないんですね。なので、ちゃんとこの原因ですね。
原因である、まあ、関節のズレ、関節、骨ですね、骨のズレ、それから筋肉の硬さ、それから神経の圧迫ですね。このすべてをですね、改善してあげる必要があります。これは原因になってますからね。原因をちゃんと改善しましょうということになるわけなんです。ね。そしてこのね、ちゃんと原因改善して、それでもまた痛くなる場合っていうのは、この手の使い方ですね、指の使い方に問題がありますので、まあそのね、この結局関節がずれたり筋肉が硬くなったり神経が圧迫するってことは、そういうような指の使い方、手の使い方をしているんですね。もちろんです、なんかです、例えばバレーボールをしてて月指したとかですね、なんか当たって指になんか強い負担がかかったとか、でしたら、まあ話はまた変わるんですけども、普通に日常生活を普通に今まで通りしていて、指が痛くなった場合っていうのは、その日常生活の手とか指の動かし方、ね、に問題があります。ね、問題があります。どんな問題があるかっていうと、この指だけ使っちゃってるんですね。指だけ使っちゃってます。こういうような使い方です。ね、こういうような使い方。ね、これ普通に見えますけど、これ普通じゃないんですよ。で、指を動かすときってのは、人間本来この手の中、ここが、こう動かないといけないんです。指のさらに根元のこの手の中ですね。ここから指が始まってますから、ね、このね、骨見ていただくとわかるんですよ。ね、骨はこうなってますからね。こうなってます。なので、手首まで、この指は分かれてます。ね、こういうふうに分かれてます。なので、手ですね。これ見たらですね、ここでもう指が終わってるように見えるかもしれないですけども、指はここまで来てます。ね、ここまで指があるんですね。なので、そこの手の中の指を使わないといけないです。まあ、こういうことですね。ね。ガチョーンとかね。昔流行ってましたね。ね、パーミュー。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 こういう手の使い方できますでしょうか。ね。この中が動く。この中が動く。この中を動いてない人は、どうしてもこの指だけでこうやっちゃう。ちょっと私できないですけど、こう指だけでやっちゃうんですね。そうすると、この指っていうのはね、これ繊細です。どう見ても繊細ですよね。細いですね。なので、それほどすごい負荷に耐えられるようにできてないです。それよりもこっちの根元の方がどう考えても強そうじゃないですか。なんで、ここからちゃんと曲げていかないと、指の負荷っていうのが、まあ、高まりすぎてですね。まあ、それ耐えられないです、指は。なので、関節がずれたり、筋肉が固まったり、神経圧迫したり、起こってきますので、なので、ちゃんとね、手の根元ですね。指の根元を使う。根元。まあ、手のひらの中と言ってもいいですね。手のひらの中を使うわけです。ここをしっかり使う。なんでそのためにこのパーミュー。ね。あなたも一緒にやってみましょうか。パーミュー。痛い場合はその痛くないぐらいやってくださいね。パーミュー。ここから、ここで何かこの物を掴むようなつもりですね。ここで掴むようなつもりで、パーミューするんですね。パーミューとするわけですね。で、それでちょっと手ね、こう握ったりしていただくと、こっちね、動かしやすいと思うんですね。それぐらいですね、ここがですね、ちょっと動き出したわけです。動き出してくると、ね、あ、握りやすくなってきます。ね、こっちと全然違います。ね。っていう風にですね、もうさすったりももちろん大事なんですが、それプラスですね、この、ちゃんと手をですね、この中から掴む。ね、掴むときでも、中から掴む。ね、こういうものを持つときでも、ね、指でこう掴むんじゃなくて、手の中からこう動いて掴むわけです。で、こういうのちょっと無理ですけども、例えばなんかコップとかですね。
コップとかでもいいし、こういうね、骨とか、骨でもないし、こういうなんか棒とか持つときでも、まあね、指痛くなる人は、こう持っちゃうんですよね。極端に言うと。こう、指でこう持っちゃうんです。じゃないんですよね。この手の中でこう、まず保持できないといけないです。で、まあ、これちょっとバランス悪いんで、ちょっと指でね、軽く補助するような程度です。この手の中でこう吸い付くようにね、持たないといけないわけです。だからね、こういうのとか昔ね、こう、あなたもしたことあるかもしれない。こういう手の中で、いかにこう掴んだり、なんか持ったりするか。ね、ここが大事です。なので、指じゃないんです。うん。ということなんです。ということでですね、ちゃんと、ね、指の根元からちゃんと使ってあげて、やってあげてください。で、もちろんですね、こっちの肘とかね、肩の問題ももちろんあるかもしれないですから、その場合はですね、ちょっと前にですね、ちょっと前に、ちょっとその肩とか肘とかのね、動画ありますんで、それもまた見ていただければいいかなと思います。はい。ということで、指が痛いけど、痛み止めが効かない時の対処法ということで、まずはまあ、そんだけ重症なんでね、痛くないように使ってあげて、そして、まあ、関節とか筋肉とか神経ね、ここにズレがあって問題が起こってますので、そこを、ね、ちゃんと直してあげて、直し方はですね、前回の前にお届けした動画とか、またこれからもちょっとお伝えしようと思ってますけど、そういったので、ちょっと整えていただいて、それでまた痛くなる場合はですね、指のね、こう、使い方の問題がありますので、今日はちょっとこの使い方について、特にね、お伝えしようと思ってましたんで、このね、パミュってですね、でこの手の中を使ってしっかり物を持つということですね。こういうものがあったらしっかりこうね、手の中から持つと。ね。指なくてもこう、持てますから。ね。こういうふうに、今何でも本来ね、こう、持つわけですね。こう、例えば剣道してる人だったら、こう、手の中でこう持ってね、指こうやってね、あんま曲げなかったりするじゃないですか。っていうふうに手の中で、こうね、いろんなものを持ったり、雑巾絞るときも手の中でこう絞るわけなんですけども、やっぱそういう機会が今ね、いろんなものを何か掴むとか、やることが減ってて、指でこうね、ピッピッピーとかね、指でこうやることがもう増えてます。スマートフォンも指ばっかですよね。手の中でこう押すとかないじゃないですか。バンとか押すとかないじゃないですか。なんで、まあ、そういうことになりがちなんで、特にもう指文化ですから、今は。ね、パソコンもそうですけど、指文化なんで、ね、手の中大事です。ピアニストの人なんかはですね、この指すごい動きますけど、この中から本当にね、動いてますからね、この辺から動いてますからね。やっぱそういう人は綺麗な音出せますよね。っていう風にね、指の根元大事なんで、指の根元、パミュパミュしてみてください。で、またやってみてですね、わかんないことありましたら、コメントやメッセージいただければと思います。ということで今日はですね、指が痛いけど、痛み止めが効かない対処法ということでお届けしました。またこういうところね、知りたいなって人は下のところからね、チャンネル登録と高評価マーク押しててください。ということで、ここまでのご協力ありがとうございました。